アンサンブルの楽しみ。こんにちは。これから11時までの2時間、平成10年度の全国学校合奏コンクールで優秀な成績を収めた小学校、中学校、高等学校の演奏を聴いていただきます。全国学校合奏コンクールは日本教育音楽協会の主催によるもので、平成10年度で37回になります。参加校は小学校の部が571校、中学校の部が514校、高等学校の部が223校、合計1308校でした。これらの参加校は北海道、東北、関東甲信越、東海北陸、近畿、中国、四国、九州の地方コンクールで審査を受け、去年12月8日東京で録音による全国大会に出場しました。今日は審査員の一人で作曲家の若松正史さんにお話を伺いながら、小学校の部、中学校の部、高等学校の部、それぞれ上位に選ばれた学校の演奏を聴いていただきましょう。関先生、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。今年もこの合奏コンクール楽しみにしてまいりまして、はい、今年は例年に比べて特に何か変わったこととかいかがでございますか。特に変わったことというのはありませんけれども、毎年思いますけれども、本当に子どもがですね、この音楽のレベルを高くですね、訓練をしてこのコンクールに臨んだと思うんですけれども、はい、本当にあの人の心を打つような、ね、演奏をしてくれているなという、嬉しいですね。そうですね、はい、あの小中高とこう、はい、それぞれをお聞きになって何か印象ありますか。はい、そうですね、あの 僕の印象では中学が突出してね、良かったように思います。今年は、今年度はそうです、そうですか、はい、生演奏の審査もあるんですけれども、最終の全国コンクールは全部録音、全部録音なんです。はい、まあ、録音ですから、どうしても録音技術のこととね、それから演奏のレベルと、一緒になってますから、聞く方はそこをどこまでですね、演奏の力と考えるのか、あるいはこれ録音で助けられているのじゃないかという判断、難しいところなんですけども、まあ、15人の審査員がいらっしゃいますから、15人の審査員、はい、ですから、確かにあの票はですね、僅差で、接戦でしたけれども、15人もいるとやっぱり、大体の意見がずらっと揃いますね。やはり吹奏楽が多いですね。吹奏楽が多いですね、はい、管弦楽というのはやっぱり特殊な、ストリングスの弦楽器は訓練すること自体が難しいし、楽器の導入も難しいから、まあ、吹奏楽は自分の位置と呼吸とね、同じですから、今表現しやすいってこともあって、はい、それでは小学校の部から聞いていただくことにしましょう。中学校の部は9時40分ごろから、そして高等学校の部は10時20分ごろからになると思います。若松先生のおっしゃる大人顔負けの素晴らしい演奏、ワクワクしながらこれから聴いていただくことにいたします。まず最優秀賞に選ばれた近畿地方代表、大阪の関西草加小学校です。アンジェリックブラスバンドといいまして、73人のメンバーが楽しんでいらっしゃるんだそうですが、今回の演奏は50人で、ガーシュイン作曲、岩井直弘編曲、ラプソディー・イン・ブルー、指揮は田口秀夫先生です。
ーシュイン作曲、岩井直弘編曲、ラプソディー・イン・ブルー。演奏は最優秀賞に選ばれた大阪の関西草加小学校の皆さん。指揮は田口秀夫先生でした。もうとにかく楽しそうだという印象がまずなんか、ね、楽しそうですね。勢いがありますね、このスイングによく乗ってますよね、はい、ジャズの雰囲気を、ね、よく出してますよね、まあ、小学校のから、ね、小学生の体が大きくなったとはいえ、でもあの吹奏楽の楽器自体大きいですからね。そうですね、よくあれだけ本当ですね、できますね。キューバとかね、大きいのに、するとあの強弱の幅がね、あのよく出てますよね、本当に、平成8年度もやはりガーシュウィンの作品で優秀賞に選ばれているという、実力の持ち主 で、ね、あのガーシュウィンが好きなんですね。そうですね、あの今の演奏したお子さんたちはそれぞれの楽器きっと一生やっていくんじゃないかな、はい、という感じがいたしますね。そうやってほしいと思います、それでは次に優秀賞に選ばれた関東甲信越地方代表、千葉県習志野市立八津小学校です。シュトラウス作曲、幾何劇コウモリ序曲、指揮は寺島光一先生です。
トラウス作曲、幾何劇コウモリ序曲。演奏は優秀賞に選ばれた千葉県習志野市立八津小学校の皆さん。指揮は寺島光一先生でした。こちらはオーケストラ形式、ね、オーケストラですよね。ですからストリングスのね、バイオリンなんて音を出すまでが何年もかかるっていうのが楽器じゃないですか。それは小学生でね、よくあそこまで出せるっていうことは脅威ですよね。楽器もこれだけ揃っていますし、はい、でも先生こうお聞きになってらして、何かここをこういうふうにしたらというようなところ。いや、これね、平成の上で、ストリングスが非常に弱体なんですね、人数的にね。ですからそれが、まあ、かわいそうだと思います、うん、で木管金管はちゃんと揃ってるんですけども、バイオリンの数が非常に少なくて、なかなかバイオリンは頑張っていらっしゃるんですけど、それはもうちょっと増えれば、バランス的に随分いいんだろうと思いますけど、まあ、その中で舌を合わせて、その中で頑張っているところが皆さんの心を打ったんだと思います、はい、審査員のね、はい、指揮をなさった寺島先生は、この八津小学校の卒業生でいらして昭和58、59、60とオーボエを吹いてやはり、いらしたということなんですね、で中学生になっても大学生になってもオーボエとともに過ごしてこられて、母校の学校を振ったと。いい話ですよ ね、 そ, すね、はい、それで後輩を育てているっていうね、本当にいい話ですね、それでは次に優良賞に選ばれた東北地方代表、宮城県仙台市立北仙台小学校です。小山清重作曲、吹奏楽のための小引き歌。指揮は加藤和江先生です。
小山清重作曲、吹奏楽のための小引き歌。演奏は宮城県仙台市立北仙台小学校の皆さん。指揮は加藤和恵先生でした。いかがでしたか。よく歌ってますよね。日本人の作曲家の小山清重さんのね、曲で、これは共通教材、鑑賞の共通教材になっていたんですね。何年間か。それで親しみがあったんだと思いますけれども。はい。通常 の, その西洋学的な和音と違って、この何ていうか野生的なね、こう力強さってありますけれども、リズムアタックのところの吹き方とか、みんなで大きく歌うところとか、ちゃんとこの吹き分けてね、とても素晴らしい演奏だったと思います、ね。加藤先生、指揮の加藤先生は平成7年に赴任されて、はい、で小学校の頃からトランペット吹いてらっしゃる、ね、ご自分が ね、はい。それでは次に奨励賞の中から東海北陸地方代表、静岡県浜松市立篠原小学校の演奏を聞きましょう。ヴェルディ作曲、三輪田光晴編曲、歌劇ナブッコ序曲。指揮は三輪田光晴先生です。
ベルディ作曲、庭田光春編曲、歌劇ナブッコ序曲。演奏は静岡県浜松市立篠原小学校の皆さん。指揮は庭田光春先生でした。昨年も器楽合奏で、毎年器楽合奏なんですね。そうですね、器楽と、器楽合奏というのは学校の、うん、そうです、あの、まあ、声楽、声を使えば声楽で、それの合奏でしたら合唱で、そうでなければ器楽であれば器楽合奏なんですけれども、はい、あの学校教育の中でいう器楽合奏っていうのは、その教室の中で使う楽器で合奏するっていう意味、この場合はそうなんだろうと思うんですね。で、変数見ますとね、あの鍵盤ハーモニカとか、それからアコーディオンもたくさん使っていて、これね、難しいと思うんですよ、編曲が。そうですね、あの普通のオーケストラだったら、このどういうバランスにするか、あのよく分かっていますけど、これはもう非常に具体的にこのことをよく知っていらっしゃる先生のね、編曲なんだと思うんですね。庭田先生ご自身の編曲ですね。ご自身のね、素晴らしいね。はい、これで小学校の部の演奏を聞いていただいたんですが、全体として、はい、そうですね、あの僕とてもいいと思ったのは、まず選曲の段階からそうだと思うんですけど、演奏に無理なところで少しも感じませんね、はい、演奏の力の中で自分を発揮できるようなところで、やってらっしゃるということ、それとてもいいことですね、うん、それと表現をつけようとしてらっしゃるその先生の指導ぶりがこう目に見えるようで、その特に強弱のつけ方にも心が通ってるような気がして、子供の演奏をこう目に浮かぶような ね気がいたしますね、はい、毎年なんですが、とにかく楽器に触るのは小学校からでしょうから、はいはい、それで小学校の演奏でここまで来るというのは大変なものですね、うん、そうですね、これはきっともう大きくなってもご自分たちの宝だと思いますからね。そうですね、はい、それでは今聴いていただいた4校以外の奨励賞受賞校をご紹介します。全国大会の時の演奏順です。四国地方代表、香川県高松市立多比小学校。中国地方代表、山口県防府市立花木小学校。九州地方代表、鹿児島県鹿屋市立寿北小学校。北海道地方代表、旭川市立太夫小学校。以上、平成10年度全国学校合奏コンクール全国大会に出場した小学校をご紹介しました。それでは中学校の部に移ります。はじめは最優秀賞に選ばれた東北地方代表、福島県郡山市立郡山第四中学校です。プロコフィエフ作曲、淀明編曲、ロメオとジュリエットから、女装少女ジュリエット、そしてモーニングダンス。指揮は近藤静雄先生です。
プロコフィエフ作曲、淀明編曲、ロメオとジュリエットから女装少女ジュリエットモーニングダンス。演奏は福島県郡山市立郡山第四中学校の皆さん。指揮は近藤静夫先生でした。